you're listening to her confidence highway podcast episode 120 hello girlfriends how are you doing Thank you so much for listening to Her Confidence h i w a y Podcast. I am your host, Emiko Rasmussen. 皆さんこんにちは。Her Confidence h i w a y Podcast ホーストの Emiko です。今日も皆さんフルに生きていますかもうすっかり9月になってしまいましたが9月は私が一番大好きな月です。で、まあいろいろと理由がありまして多分皆さんも好きな月ってあると思うんですけども私は9月で The number one reason is it's my birthday month. 自分の誕生日の月なのでそれが好きっていうのが一つと季節の変わり目でなんか夏からこう秋に変わってくるこの変化がすごく変化を感じられることがすごく好きで本当に私の住んでいる町タマキュラっていうサンディエゴの北1時間に北に上ったとこなんですけどもまだまだ暑いのですが風が吹くと熱風ではなく冷たい風がこう吹くのがすごくなんかあやっぱ季節が変わったなって思います。 でまあ、9月 <laughs> あともう一つ好きな理由はあの旅行とか行くのに結構9月って安くないですか飛行機特にアメリカとか海外に住んでる方は里帰りで例えば日本に帰りたい時とか9月って多分結構安い <laughs> 夏休み終わったあとで飛行機とかも安いしあと多分日本もこう季節が変わって、まあ、まだまだもしかしたら今も暑いかもしれませんがこうだんだんとちょっと。 過ごしやすくなってくる感じがして Yes, that's why I love September What about you, tell me 皆さんは好きな月は何月ですかぜひ教えてくださいそして好きこの、まあ、Birthday month, birthday といえばギフトギフトをあげたり自分の birthday だったら自分ももらったりってあるんですけどもまあ、私の場合ギフトといえばこうギフト d talent これはもう私のポッドキャストでも何度も何度もお話をしている自分の 特技です、ね、誰にも誰にも持っていない自分だけのこの強みでこの強みっていうのも特技だけじゃなくてこのギフトタウントっていうのすごく奥が深くて私のニュースレターに登録されてる方はもちろんそのギフトタウントの意味が分かってると思うんですけども自分のスキルだったり強みであったりすることとあと自分の今まで習ってきた教育別に大学で習ったとか小学校で中学校高校で習ったとかそういうことじゃなくて。 その自分で興味のあることで多分自分でいろいろと勉強してきたこと、まあ、勉強っていってもただブログを読んだりとか YouTube 見たりとかして学んできたこととかあると思うんですけどもそういうことであったりあとはパッション自分のもう本当にこれをやってるだけでも満たされるこれをやっているともう時間があっという間に過ぎてしまうみたいなそういうパッションがあると思うんですけどもそれが3つコンボになってそのものがギフテターンズというふうに私は呼んでいます でそれを見つけるのって自分でやらないと見つけることまあ他人が結構分かっててでも自分が気づいてないことってあるのでこれは本当に自分で自分とのお約束自分のアポイントメント自分と,と時間をとって私の特技って何だろうって考えなきゃいけないんですね。で私も会社で自分のメンターに「What, what are you good at?」 What makes you happy by doing what e r e l t h i n g that you are doing? っていう風うに聞かれた時に、メント案に向かって、I don't know. 本当にわ考えたこともなかったし、自分が得意なことって考えたことなかったので、その質問された時にすっごいびっくりしたんですね。なので、皆さんも多分、こう自分のできないとこばっかりにフォーカスしてると思うんですね。特に日本はダメ出し文化。 <laughs> でこう反省会とかいろいろあってこうついついなんかダメなところを伸ばそうとかしちゃう人多くないですかなのでそうではなくて自分のいいところをもっと伸ばすまあそういう教育をアメリカでは結構こう日本に比べるともう本当になんか褒めて育ってるみたいな教育の仕方があってまさに私も娘のクラスとかでこうボランティアで 中にいると結構なんかああやっぱりこういうとこが違うなっていう風に思いました。まあ別にいいとか悪いとか言ってるわけじゃなくて本当に違うなっていう風に感じています。でまさに私は日本で育ってきたのでそういうダメなところばっかり見ていたのでいいところは何ですかって言われた時に答えもない。でもちろん面接でもあなたの強みは何ですかっていう風に What are your strengths っていう風に聞かれるところがあるんですけどもそういうのとかになると今度なんか自分の 自慢話をしちゃいけないんじゃないかとかって言って結構答えられなかったりしませんかなので、これってすっごく大切で、私はもうほんと、皆さん一人一人に、こう、What is your gift talent? To って聞かれた時に、Oh, my gift talent to is this! っていうふうに答えられるようになってほしいんです。なので、この9月の終わりにですね、で私のニュースレターに登録されている方限定で、えー、自分の をを探すすワークショップを行いますで私のやっているサービスっていうのはもう本当に数少なくてあんまり皆さんにこうたくさんオファーはしませんでオンラインからももちろんウェブサイトからももちろん申し込むこともできませんなのでニュースレターに登録されている方限定に私のサービスをオファーしていますでその中で、えー、一つ目一つはメイク・ s h a p p e ンっていう自分の本当にやりたいことを 実行する、実現するコースもあるんですけども、それと別にこのコースを始めたいと思います。9月の20日にですね、皆さんにどのようにしたらそのコースが取れるかっていう風に、えー、詳細ももっとお送りしたいと思いますが、皆さんにじゃあここで今日はリスナーシャーラーではなくて、実際に私のギフトタネントの探す、見つけるコースを 取った人の感想をここでシェアさせていただきたいと思います。Are you guys ready?This is amazing.Okay, so first one. で、一人目の方。私は自分の強みがクリアになった時の気持ちは、私もこんな強みがあるんだと気づくと同時に自分に対する自信が湧いてきました。 その結果、自分が自分らしくあることの素晴らしさを実感できたし、その強みを生かしたいと常に意識するように変化しました。実際に今、強みを生かしたことを仕事にしたいと準備をしています。ということで、えー、このメッセージをいただきました。で、えー、次のメッセージはですね、これも受講生の方。 強みって本当に誰にもあるんだという驚きの気持ちがありました。今の自分に自信が持てるようになりました。もやもやした。もやもやが晴れて気持ちが楽になりました。目標に向かって行動できるようになりました。というふうに感想をいただいています。そして、あと2ついきますね。ギフティタウントを見つけた時に短い人生後悔しないようにできることをやろうと思いました。そして、発見をした後は 怖くても不安でも行動できるようになり自分にもできるという気持ちの変化がありましたというふうに感想をいただいています。そして最後にゲストタレントのフルバージョンをやってみていろいろキーワードは出てきたのだけれどもどれが自分の強みなのか,か客観的にはまだ把握できていませんでした。私は人をつなぐことが強みでピープルコンシェルジュみたいって恵美子さんに言われた時に これだってしっくりきて宝物を見つけたような気分でした。私はいろいろなところでいろんな経験をしてきたけれども自信を持ってこれが私の強みと言えるものがわからずにいました。ゲフテタウントとのフルバージョンを取り組み客観的な意見をえみこさんからいただいたことで自分の中にも埋もれていた宝物に出会いやっとこれまでの自分を認めてあげれるようになり 誇らしい安心した気持ちになれました。自分が本当にやりたかったことを見つめ直した結果、今の仕事ではないということにも気づきました。思い切って自分の理想の仕事にアプライしたところ、自信を持って面接に臨め、結果的には採用されました。 来週から新しい仕事が始まるので、とてもワクワクしています。一人では気づかなかった自分の強みに気づき、自,自信をつけさせてくれたみ子さんに心から感謝しています。Thank you so much! という感想もいただいています。この自分のギフトを見つけることで、本当に人生が変わる、こう、キャリア、ワークライフが本当に変わるような 宝物を発見すす。るることができるんですで、きん最後の受講生の方の場合自分の仕事はこれじゃないって分かって新しい仕事にアプライしたところ自分の強みが分かってるから自分をうまくアピールできて結果的にはその新しい本当にやりたい仕事をゲットできた。This is amazing!So I'm telling you this course will help you.This course will get you result. 本当にもうこのこのワークシートは皆さんには 無料バージョンは送られています。でも実際無料でやっているとどれだけの人が実際このワークシートを終わらせてますかまだ終わらせてない人も多分いると思います。本当にこれやるだけでも人生変わります。なので今回はこの9月に、えー、私のフルバージョンの方のコースを皆さんに提供していきますのでもしも私のこのクラスに興味が Okay, I cannot wait for you to find your treasure, the gifted ton. You have one, trust me. You think you don't have one? You do. Yes, you do. Okay, are you guys ready for today's amazing guest? I knew you'd been waiting for this. Okay, let me introduce today's guest. Her name is Yuka Kawano.Yuka さんはアメリカで語学留学をした後に大学卒業後は現地でのキャリアデベロップメントを目指して春からボストンの市内の大学でマスターのプログラムを取られていました。そして日本に帰ってきてこの留学の経験を活かして日本で就活またそして就職をするっていうその難しさについて今回はお話ししました。 もこのポッドキャストを聴いている方の中でもおそらく今日本に住んでいる方もたくさんいてでその日本に住んでいる方は何かしらの,その海外での経験アメリカに留学してたとかカナダとかイギリスに留学してたとかそういう海外での経験を持っている方も多いんじゃないでしょうかその時にこう留学の後にさあじゃあ日本での就職ってこうなった時に皆さんどうでした苦労しました 私も実際苦労しました。そしてアジャストするのも大変で結構痛い思いをしました。<laughs> なので今回は、えー、今まで留学マスターのプログラムを取って留学を終わらして日本に帰って、で、そこからのまたキャリアについてのお話をしました。Please enjoy my conversation with Yuka. Hi, Yuka-san. Welcome to Her Confidence Highway podcast. Thank you so much for being here today. How are you doing? Good. Um, thank you for having me today. I'm, I was so excited to be uh, in your channel. Yeah. Um, yes. Uh, I have been doing pretty good in the past week. So um, I was just so excited about today. Yeah. <laughs> okay. Well, let's get started. じゃあまずはじめに自己紹介お願いします。<laughs> え私は、えっ、ー、と、東京生まれの東京育ちで、えっ、ー、と、そうですね、ずっと生まれてから、えっ、ー、と、日本にいる間は東京で暮らしてきました。えっ、ー、と、今も、えっ、ー、と、東京で、えっ、ー、と、暮らしています。で、えっ、ー、と、うんと、そうですね、で、昨年の四月まで、えっ、ー、と、 数年間、ボストンで暮らしたり、ちょっとカナダにもいたりっていう感じで、あの海外にいたんですけれども、えっ、ー、と、そうですね。で、えっ、ー、と、今、仕事は、えっ、ー、と、人材紹介会社、都内にある人材紹介会社で、えー、と仕事を4月にちょうど始めたところで、はい、えっと、まだいろいろ学んでる途中ですが、そこで働いています。で、家族は、えっ、ー、と、私は弟が一人。 えといてあと両親とっていう感じで今はまだ家族と暮らしていますいいですね <laughs> 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 家族でなるべく過ごせた方が私はいいんじゃないかなって結構あのアメリカって早いじゃないですかインデペンデンスって言って何か<あ>高校卒業したら、うん、ねなんか家を出なきゃいけないみたいになるけどだ、ね、私だったら一緒に <laughs> 住めるんだけ住みたいなって <laughs> 確かになんかいつが絶対みんな家族を離れるっていうのってないですよね本当に人によって結構大学地方あの大学に入学する時にあのあの他のところから東京に出てきたりっていう人は多いですけどんか私はやっぱり海外に数年住んでみて帰ってきてみると何か分かっ こう家族と暮らす面白さみたいなのがまたあって最近はちょっと新鮮な気持そうですね, <laughs> ですねじゃあもうご家族とはもちろんアメリカに住んでる時は一緒ではなかったんですけども里帰りとか何回かしました あのー、回一っちゃうと私全然帰ってこなくて <laughs> なの<で> <laughs> 向こうに行ってる間本当に LINE とかも全然帰ってこないよって感じだったと思うなので結構あのいるときいないときで差はありますけどそうなんですねじゃあ今は今一緒に入れるときを大切に <laughs> そうですね <laughs> してくださいじゃということで<あ>今日は由香さんもう本当にいろんなお話が 聞けると思うので、はい、すごく楽しみにしているんですけども、じゃあまずはじめに、はい、ゆかさんの大学のことについてちょっと知りたいので、はい、ぜひ tell me about your college life and college journey、はい。o、okay. k、uh, So I'm gonna talk about my college journey. Ah.、Uh, so 私はあの普通に高校の日本であの都内の高校にいて、えっとその そうですね。それでこう、大学同士よって進路選択をするときは、特に海外とかっていうのは、そのとき考えることがなくて、普通にあの、日本の大学どこ行きたいかなっていうふうに考えて、大学、あの、入ったんですけど、あの、 なんかこう大高校3年間は割と勉強とかっていう面は悶々としてた部分があってなんかあんまりこう大,学大学行きたいなっていう思いはあったんですけどこれやりたいとかなんかそういう思いがなかったのであのなんかこう1年浪人したりしながらあの日本で大学に1年後入って。 りました,ただなんか大学に入ってからはまた新しい気持ちになっていろいろとなんか本当に自分がやりたいことをやりたいなっていうふうに思うようになった時になんか私やっぱり海外にすごく興味があるなって思っていたのであの入学してすぐあのそうですね大学生のうちには海外に行きたいって思う なので、まずあの大学1年生の,あの夏休みすぐに2週間ぐらいカナダのバンクーバーに行ったんですけど、えっと、それは夏休みのこう限られた時間で行ってなんかこう英語を話せるようになりたいっていう気持ちで行って。 割にはやっぱり2週間ってあの短すぎてすごく話せるようにもならないし、うん、海外の友達もこう恥ずかしくてちゃんと自分からあの話していけずに作れないで悔しい思いをして帰ってきてでなんかそのあとすごくやっぱり長期で行きたいっていうふうに思うようになって、えっと、大学3年生の、えー、最初の前半のタームが終わって。 た後に1年間休学をして、えー、まず英語を絶対話せるようになりたいっていうのがあったので、えー、とカナダのトロントとアメリカのボストンに半年ずつ、えー、計1年の語学留学をしました。で、はい、えっとはい、えー、それでこう語学1年間で結構自分が思っていたレベルにあの伸ばすことができたのですごいですね。<laughs> <laughs> もう本当に一年間あったら絶対伸ばさないとダメだっていう思いで行っていて、喋れるようになりたいって思いがすごく強かったので、で、あの、最初本当にカナダで始まった時は日本人周りには多かったんですけど、こう日本人と話さないみたいな、なんかそういうことをして、で、なんか、 あの日本人の友達あとの方でできた時もずっと英語で話してとかっていう感じにしていたので、うん、1>, 1年間ですごい本当にこんなに伸びたっていうところまで伸びてでいろいろこう特にボストンに移ってからは語学だけではなくて今後の暮らし方みたいなことも考えるようになった時になんか私は普通に日本で就職活動して働いてっていうこう。 未来が自分の中では想像がつかなくなってきた部分があってであの留学を終えて帰ってくる時には、えっと、ボストンで暮らせる方法を模索したいなと思って、えっと、大学卒業後は日本あ、えっと、ボストンの、えー、大学院に留学しようと決めて帰ってきました。大、うん、大学院を、えっと、大学…院を 最後の1年半の間に、えっと、受験をして、まあ、あの、日本の大学を受験するのと違うので、テスト一発とかではないんですけど、いろいろ書類を揃えたり、テストのスコアを、あの、取ったり、あの、レコメンデーションレターもらったりっていう、こう、書類を全部集めて、で、あの、私は、まあ、日本の大学の卒業は3月。で、えっと、4月から始まるプログラムがあったので、卒業と同時に、またボストンに帰ってきて、で、えっと、 2> 2年間約2年間のマスターのプログラムを、えー、大学卒業後からボストンで始めることになりましたなるほどその日本で、はい、日本の在学あの大学の在学中に、えー、留学したのは<っ>それは大学にあるプログラムを使ってなんか単位交換みたたいな感じでで行かれたんですかれんすそれは、うん、えと完全にもう私費で、えー、と単位交換もなく本当にもうあの、うん 語学学校っていう,もうあの大学にも所属してないあの語学学校じゃあ、えー、とアメリカから帰ってきてまた日本でまた単位を大学で取って日本の大学を卒業されてるんですよねそうなんですはいなす、はい、あのいなかった分の時間と単位をしっかりと <laughs> 取り終えて卒業っていう感じですねうんうん、うん、なるほどもうすごいそこですでにもうディタミネーションですよね you are so determined to just finish what you have started and then move on to the next program it was just a good duration of time to yeah. also apply for a master's degree um, i needed to practice for TOEFL for exam i needed to write my first uh, statement of purpose to apply for the university yeah. so uh, yeah one and a half years uh, after coming back to japan it seemed long at the, uh, at some point but it was also a good uh, time uh, duration for me to prepare for the next step as well wow so after you finished your master's program and mm -hmm. you were you kind of started noticing about your passion mm -hmm. um, towards career career development mm -hmm. yes yeah so tell me about um, your experience i know you had you were working in Boston mm -hmm. by using your OPT program, right?

えっと、労働ビザではなく、学生ビザのステータスのまま、えっと、現地で就労できるという機会なんですよね。はい。はい。で、えっと、そうですね。大体。 アメリカで働きたいと思っている人は、えっと、大学卒業した後にその OPT っていうのにこうビザだったりあのいろんなステータスを切り替えてでそれがあのしっかりとこうアプローブされるとあの現地で仕事を探して働けますよっていう状況になりますそうす、ね、ど,んどんなお仕事されてましたか私実は o p t 一年間の間に三つ仕事をしていたんですけどそんな話聞いたことないです誰にも <laughs> <laughs> 気持ちとかは OPT は聞くんですけど。そうなんです。<あ>それすら知らなかったです,です。あ、そうなんです。なんか二つぐらいやる人は結構。へー。あ、あの私の理想としてはあの一つの仕事でフルタイムで、うん、えっとあの雇ってもらってで一年間あのしっかりとその会社にコミットメントしてっていうのがまあやっぱりあの理想だったし、まあそれしか最初は本当に私も考えてなかったので、うん、あの。 そう,ですね、そうできたらいいなと思っていたんですけれどもやっぱり1年間しか働けない人にフルタイムで働いてもらうとって会社っていろんなベネフィットをう、ね、あの福利構成を、ねうん、あの支給しなきゃいけないんですよねでもあの1年間しか働かない働けない人に対する投資としては会社にとっては結構大きなものなので、うん、それをしなくて済む方法としてはやっぱりパートタイムで雇うのが一番 会社にとっっててはいいなっていなうののがあるので私がこう最初に見つけてここの会社でフルタイムで働きたいと思ったところはいろいろこうじゃあどういうふうな就業体制にしようかって話した結果、えっと、パートタイムでいいっていうことになって、うん、でああそうか週25時間しか働けない私本当は40時間働きたかったってなった時に、えっと、どうしようって思ってたんですけど私ちょうど あのあちなみにその会社はあの日系の教育マネジメントの会社なんですよね。うん、ちょっとまた後でもしかしたら詳しく話す機、はい、あるかもしれないんですけど、であの私はあの大学に、えっと、しゅあのいる時から学内のアルバイトで、えっと、障害者センターでオフィスアシスタントみたいなアルバイトをしていて、であの私の専攻はリーダーシップと えっと、ヒューマンリソースマネジメントだったんですけどその OPT っていうのは自分が勉強してきたことに関連しているものであればできるんですけれどもその教育会社の仕事の方は大丈夫で私がそのたまたまパートタイムでやっていたオフィスアシスタントの仕事も結構あの タイムシートの処理をしたりっていう仕事で、あもしかしたら、ヒューマンリソースマネジメントに関連してるとか、リーダーシップとの関連性って、あのちゃんと認めてもらえるんじゃないかっていうことで、あのこの、えっと、大学生の頃のアルバイトもそのまま引き続きやれたらいいなっていう思いで、あのまあ、上司だったり、そうなしたらあの、そのまま継続してくれるなら。 ぜひやってくれていいよってことで、それで週10時間分をまた確保したっていう感じで、であのまあ、最初、数ヶ月はその2つの仕事をあの掛け持ちでやって、週35時間働いてるっていう感じでやってました。<OP T S 2> で、えっと、難しいんですよね、本当に仕事を。そうなんですよね、うん、いろいろと難しいですよね。であの全部その どん,どんな仕事か何をする仕事かっていうのを全部書かないといけないんですよね。そうなんですか<の>私ちょっともう覚えて<あ> <laughs> 覚えてないけど <laughs> 私は1年フルタイムで働いてはいたんですけどもはい、はい、もしかしたらその雇用環境とかリィザーのあれとか多分もう状況が違かったんですかね<あ>なんか私は結構楽っていうかもちろん楽じゃなかったですよあの仕事に就くまでは。うん、でもなんか えー、紙に書いたのとか覚えてないもしかしたら申請の仕方とかってこう違っているのかもしれないんですけどところはこういつから、えー、とこの仕事を始めましたって始めますっていうのが決まったら、うん、OPT の申請用のページオンラインのページで、うん、えーと誰が雇用主かでどんな仕事かで えっと日々やることは何かっていうのを全部英語の、えー、あの文章で書いてうん、うん、でその何が自分の勉強してできたことに関連しているのかっていうのをちゃんと説明しないといけないんですよね、うん、なるほどそこがキーなんですねはいそこをしっかりしてないと仕事もつけない。<laughs> はい ねうん、それでこうリジェクトされることがあるのかとかっていうのはちょっと私は特になかったのでわ、うん、からないんです多分そこの説明は結構大事なのかなって思ってうん、うん、で、えっと、私はあとえっと学生の頃からえっとメンターシッププログラムっていうの自分のあの学部の中のメンターシッププログラムでメンターとしての登録をしていてであのまあ 私はだんだんこうマスターのプログラムの中でも在籍期間が長いといろいろ大学のこととかカリキュラムのことも分かってくるので新しく入ってきた特に留学生の人たちにこのプログラムのカリキュラムってこんな感じですよ、えっと、言語のこうバリアとか私はこういうふうに乗り越えましたよとか友達ってこんなところで作れますよっていうのをこう新しく入ってきた子にあの情報をシェアする 活動していてで、なんかそのコ、そのプログラムのコーディネーターの OPT のポジションが空いたよっていうのを私のアドバイザーから聞いて、あの、やりたくないって聞かれたんですけど、うん、それは、まあ私のアドバイザーって、そのメジャー、あの、専攻を見てくれてるアドバイザーだったので、もちろんその人が言ってくれるってことは、その、 自分の選考に合ってるかっていうところは完全にパスしてたところなんですけどあの私はその次への準備とかあともあの自分の生活を完全にその自分に入ってくるお給料で支えていかなければいけないっていうのがあったので、うん、あのもし引き受けるのであれば私はあのペイドのお仕事じゃないとダメなんですっていう。 話をして最初そのポジションっていうのはあのボランティアベースというかあのお支払いないですっていうことであの出てたお仕事だったんですけどでそしたらあそっかじゃあ,あの絶対やってほしいからこれがあのここにお給料払えないか交渉してみるっていう交渉をあの始めてくれてで数ヶ月後にその申請が下りて。 で夏から、あの春から私は OPT 始めてたんですけど、夏から、そのお仕事も週10時間始めてっていう感じで、最後半年か7か月、7か月ぐらいは、3つのお仕事でっていうふうに進んでいきました。はい、その3つのシフトってど、なんかうまくできたんですかそうですねなんかいいあの運よく、えっと とあったんですよ、ね、あのその10時間ずつのお仕事大学でのお仕事2つはどちらもまあ,あの大体オフィスアワーみたいなのあるのでその範囲内でにはなるんですけどあのいつ組んでくれてもいいよっていう感じだったのでやりやすくてあとでもあの会社の方のお仕事は結構あのこの時間からこの時間って の中で組んでねっていう時間は比較的短かった部分もあったので、うん、あの結構、その組んではああ違うって組み直して組んではああ違うって組み直してみたいな感じであのシフトを固定さ自分でこう組むのにあの1週間ぐらいかかったたりはしましまでも、まあ、やってみてどれが一番ベストかってやりながら。 ね、結構ワークフロムホームをやっ、oh, <yeah. S 1> てる大学というかあの職場もアメリカ多いと思うんですよね。うん、であの大学の方の,そのメンタルプログラムのコーディネーターというポジションはワークフロムホームでいいよっていうふうにも言ってくれていたので、うん、そこを合わせながらあのうまく下たっていう感じです。はい、わーおすごいもう本当フルに OPT 使いましたね。で,ね <laughs> でそこの 大学で、はいえー、やっていたことなんですけども、はい、Graduate International Women's Book, Book Group? Yes.Yes. <Yeah. S 2>、uh, yes. so, この International Women's Book Group っていうのは、えっと、まあ、活動のような感じで仕事っていう風に見れるかちょっとわからなくて、実はこの活動は OPT の一部にはなってはいないんですけれども、えっと、私は えっと、やっぱりこうボストンにそもそもマスターで来るっていう時にえっとまあアカデミックのことをやりたい勉強したいもあもちろんあったんですけど、うん、やっぱり現地でキャリアを築いていきたいっていう思いがあって、うん、えっと日本で大学卒業した後にまたアメリカに戻ってきたんですよねだからすごくそのキャリアあの外国人として私ってアメリカで本当にキャリア築いていけるのっていうところは本当にずっと不安だったり疑問だった部分っていうのはあって。 で,であの、まあ、在学中この期間からはあのインターンシップとかもできるんですよっていうのもあっていろいろこうアプライしてみるものの全部オンラインであのリジェクションリジェクションリジェクションって返ってくる日々の中で、うん、あのどうして。 うまくいかないのか。あの、何ができればうまくいくのか。ねほん、本当にこう、どのくらいのパーセンテージの留学生の人が現地での、えっと、就労機会っていうのを得てるのかっていう、そういう情報が全くないなと思って、で、あの、まあ、キャリアセンターとかにいろいろ聞きに行っても、なんか、こういう制度があるからこんな風にやってる人いるわよ、みたいな結構、あの、ジェネラルな、 回答しか返っってこなかったのでなんかそれではこう本当のこうリアルなあの話が聞けないなというふうに思ってこう、まあ、入学してから1年ちょっと経った頃にあのこう現地であの雇用の機会を得た留学生がもっとこう知恵をシェアし合って私はこんなふうにアプローチしたらあのこのポジションを こう獲得することができましたただったり私はこんな風にえっに、と、ジョブポスティングあのをこう探しましたとかこんな風に人に助けてもらって仕事を見つけたんですっていう,こうもっとこうリアルな話を聞ければ、うん、あのうまくみんな仕事を探していけるんじゃないかっていう風に思ってそういう機会が全然ないなと思ったのでキャリアセンターにえっと ちょ,あちょうど最初、キャリアセンターのインターンあの、キャリアアドバイザーインターンのポジションがオープンになっていたので、な,なぜか私はそこであの、キャリアアドバイザーのインターンを私、やりたいと思って応募したんですけど、まあ、全然経験もない中では、普通にあのごめんなさいねっていう回答が返ってきて、で、いやじゃあ、ごめんなさいねでいいんだけど、私の話を聞いてほしいですっていうふうに、その人に連絡を、うん。 学内のキャリアセンターの女性に連絡をしたらじゃあいいわよじゃあ来てくださいっていう話になって私はあのいろんな私を含めあの留学生が仕事が見つからないあの獲得できないっていうので、ね、悩んでいるところになんかこう本当にリアルな声をシェアできる場所を作ればもっとあのみんなうまく 仕事を見つけてキャリアディベロップメントを現地でしていけるんじゃないかと思っていて、こんな活動したいんですけど、できないですかで、私はそれがしたくてキャリアアドバイザーに応募したんですっていう話をしたら、あの、じゃあ、なんか、何か一緒にやってみないっていうことになって、えっ、ー、と、ブックグループなので、なんでブックなんだろうっていうところあると思うんですけど、なんかこう、キャリア、 ディベロップメントに直接結びつくかはわからないけれども、こう、リーダーシップディベロップメントに関する本をみんなで読みながら、えっと、キャリアに対する、こう、情報もシェアしていけるようなグループ、あの、定期的に会うグループっていうのを作ったらいいんじゃないのっていう話になって、で、最初私は、うん本はいらないな、ほん、あの、<laughs> と思っていたんですけど、うん、でもなんか、何か、 まあ人が集まって何かこうシェアし始めてつながりを持ち始めたら何か起こるかもしれないっていうま,あまずは始めてみないと何とも言えないなっていう思いがあったのでじゃあ始めてみましょうっていうことになってであの大学のキャリアディベロップメントのえっとイベントの一つとしてえっとこれからえ毎週1回同じメンバーで集まってこの本を12週間 読んでいくっていうグループを作ります参加したい人はえっとサインアップしてくださいねみたいなのを作ってもらってで始めたっていう感じなんですよねゆかさんなんか結構ネゴシエーションのマスターじゃないですかあなんかもうあの今思ってもあの頃すごいずずしいことをよでてた全然ずずしくないですよ <laughs> you, asked, you tell them what, what you wanted そうですね最初はやっぱりなんか、yeah. あのオファーしてくれているこの、あのサービス、私足りないと思うんですよね、みたいな感じで入ってったので。なん、mm. なの、この子っていう感じでは <laughs>、見られてはいたんですけど。Wow, <laughs> でも。that's so good. I mean. especially being an international student. that's <laughs> a. being international itself is is very challenging, and I.、Yeah. completely understand you know what the program that you wanted because if there was a program like that I would totally take advantage of it なんかい、うん私も全然周りに救いの手がなくて、うんうん例えばなんか OBT で仕事が見つからないからっていう風に私のやっぱキャリアセンターに行ってもキャリアセンターの人が OBT 自体知らないっていう状態だったんですよ<あ>私の時はああなるほど。うん なので、そ,ね、そうそう、うん、you should just go ahead and take your career or personality test or something. And just, you'll be able to find a job, you'll be fine. みたいな感じで分<ー>かってないね、この人、みたいな。<laughs> <laughs> そう、もう本当にそんな感じですよね。うん、なんか <laughs> さ、さすがに OPT を、まあ、知らない。 人はいな,いなかったと思うんですけど、本当になんか、あ、ah, You can just go ahead and、uh, try this side and you'll be okay みたいな感じの中の、うん、なんそうなんですよね。適当 <laughs> なこと言わないでよと思いながらも、<laughs> ダメだなと思って。うん、で、やっぱりそのインターナショナルの,そのアカデミックアドバイザーってだいたいいるじゃないですか、うん、そのインターナショナルの人たちに。でもやっぱその人たちの job or duty、うん、is not about job replacement. Mm. Their job is for for helping students, international students, to be successful <Yes. S 2> in academic. Yes. Only in academic. Yeah. yeah. So they, they don't help much neither.、Mm hmm. That's true. First, I… <Yeah. S 1>、um, like, uh, どうしよう日本語にしよう。入学してすぐにこう自分のアドバイザーに、あのこのメジャーで卒業した留学生ってどのくらいあの現地の仕事を… 現地で仕事できてるんですかっていうあの質問をしたら帰ってきた回答が「ああ、いや、overall everybody's very successful, t e r e good job!」<laughs> って返ってきたのでできえっとそ、それは答えなんだろうかって <laughs> うん。なるほど。<laughs> で,ね、で、このブッククラブはどのくらいやってたんですか、はい、これはー、えっと、ストンにいるとき。 私が実際、えっと、オ OPT を、えー、っと、始めた頃が、えっと、なんだろうな。私、オ OPT 始まったのが、二千十七年の三月だったんですけど、うん、えっと、このブッククラブ、ブックグループが始まったのは、えっと、2016年の九月だったので、あはい、まあ、私がまだ学生の間に、はい、始まっていて、うん、で、まあ、だいたい3ヶ月でワンクール。 で、うん、えっと、また3ヶ月でワンクールっていう感じで、うん、私は2期、あの、えっと、一応、ファシリテートしたっていう感じだったんですけど、なので、こう、3月ぐらい、あの、4月か、四月に2期目が終わる。で、私は3月に OPT を始めたっていう、そのあたりで、私は1回退いたっていう感じでしたね。なるほど。これをやって、なんか、どんなことを学びましたか そうですね、なんかあ、本当にみんな同じ悩みを抱えていたんだなっていうところと、あとは、うん、まあ、すごくあの助かったのは、なんかこう、あ、なんだろう、私はこう、ほの人たちを救えたらいいなってい思いで作っていたんですけど、私がやっぱり実際、OPT の仕事を探していて、レジュメを出しても、なんかリジェクションが来ちゃったあ、インタビュー行ったのにリジェクション来ちゃった。 どうしようっていう質問を、こうそ、そのグループにいる仲間にし,したときに、なんかこんなメールしてみたらどうとか、うん、こんなふうに、あの、なんだろう、こんなサイトで探してみたらどうとか、すごく、あの、私自身がアドバイスを周りからもらえることが増えて、なんか、あ私が一番ベネフィットを受けているのかなっていう感じはあったんですけど、んなんか、本当にその、さっとどうしようって思ったときに相談できる人が周りに、 できたっていうことがそれもその、うん、なんかあねなんか困ってる人がいるからアドバイスしとこうっていうことではなく本当に12週間同じメンバーで会うので、うん、すごくお互いのことも分かってくるんですよね。うん、そうするとなんかあ,あなたのいいところはこんなこところだよとか、うん、あのいやあなたこんなところ いいところあるんだからそれ絶対伝えないとダメだよみたいなことをすごく親身に話してくれてであの私絶対あなたにこんなこの目標を叶えてほしいっていうなんかあのん <laughs> だろう家族なんじゃないかっていうぐらいあったかい感じがこうあったそのなんですかねこうサポーティブコミュニティみたいなものができたっていうのはすごく良かったかなと思います。 そうなんですね、あの実際に日本人の学生、も何か何人か参加されてました、こういうのに。えっと私あ結局、日本人の人は参加せずに終わって、あの私だけが常に唯一の日本人だったんですけど、そもそもまあ日本人が少なかったので。ななるほどそうですねなんか 私が一回退いて他の子がこのグループをリードしてくれるようになってから日本人の子がやっと入ってきたっていう感じで、うん、えともし興味があったらなんか入ってみたらってその子たちに話すことはありましたあそうなんですねで私がいた時には他の日本人はいなかったのでの同じ日本人としてどう思うっていうことはなかったんですけど、うん、なるほど <laughs> インターナショナルスチューエントが一番こう苦労してるところって 来る何、はい、だろうな何がどうチャレンジだって一番思いますこの OBT で仕事をするときに期間ですか<ー>やっぱり期間ですかねまず見つけるのに時間がかかるのにうん特にやっぱりまあ まあ理系の人は理系の人の大変さってもちろんあると思うんですけどやっぱり文系の人はようやく始まったと思ったらでももう終わりのカウントダウンが始まるっていう、うん、<laughs> その怖さというかそうですねそうですねなんかこう1年間アメリカで仕事したら帰ろうって思ってる人はねちょうどいいと思うんですよね、あのー、少しだけちょっと経験してそうですね、うんうんはい、でなんかその経験したっていうのを あの現地に帰ってから自分の国に帰ってから言えたらいいなぐらいだったらあのい,い,いいと思うんですけどやっぱりそこをスタートに。 その後も気づいていきたいと思っている人にとっては、あまりにも短い。<laughs> そうですね。1> <laughs> 1<間>私も実際に o ティ1年働いて、次に続かなかったんですよ、はい、私もやっぱり。はい。はい、だから、ねうん、日本に一回、まあ、あの、いろいろ面接には行ったんですけれども、はい、でもそこの、 働いていた会社では、次は働きたいとは特に思ってなかったので、はい、特にボスに交渉するとか、あ<ー>まあ日系の会社だったんですけれども、<ー>私が働いたところ。だから OPT 自体は、多分その会社自体は分かってると思うんですけれども、はい、うん、なんかそこでは働きたくないなと思って、うん、で、別のところでなんか、あの、留学生の、 あのなんか語学学校みたいなところでは一応募集があって、はい、なんか最終まで面接行ったんですけどはい、はい、結局ダメで。えーうん、で,で日本に私も一回帰ったんですけれども由佳、うん、さんも、うんはい、o b t の後はそうですね、うん、ど,どうでした<あ>そのあと。<laughs> やっぱりたあの経過していく時間に対する焦りと次、うん、本当にこっちにいたいならどうにかしないとっていうそのもうなんか。 OPT、OP T こう仕事にしっかりどっしり、あのー、何ですかね、安心して関われるっていうよりは、やっぱりこう、さあ、そしてどうしよう、どうしようっていう思いと常に戦いながらの生活で、うんえっと、まあ一応その日系の教育会社と、あとはそのメンタープログラムの、えっと、プログラムコーディネーターの方で、あの、 ビザって可能ですかねっていうあの、まあ、ビザっってて可能ですかっていう話からばっと入るっていうのはちょっとあれなんですけど、うん、できれば私あの高校で長く働きたいんですけどっていう話をしてで,あの、まあ、でも日系の方の会社は、まああのまあ、なかなか厳しいと思うんだよねっていう話は出ていてで大学の方はあのうはトライしてみようっていうふうに言ってくれたので。うん でトライしてもらったんですけど、えっと、私の、まあ、元アドバイザーが私の上司っていう感じになったので、うん、まあ当然その人がこのポジションを勧めてくれたっていうのもあったのであのぜひ出してみようって言ってでその上司の、えっと、すぐ上の上司23人の方々っていうのもあい,い,いいアイディアだねあの出してみようっていうふうに言ってくれてで、まあ、大学、まあ 会社もそうですけど、最終的にやっぱり、あの、HR が、ヒューマンリソースマネジメントが、ヒューマンリソースがその、OK っていうかどうかなので、まあ、 上司がいいって言ってくれてもやっぱり上にこう案件を持っていくとダメ、うんうん、ダメってなっちゃうことは HR とあとそのバジェットですよねその会社とかね,ね大学のバジェットとかあとはその HR が最後いいって言って外に出してった後もどうかっていうのはも,もちろんああ確かにそうですねで HR 手前の上司のところで「あ,のあこの交渉ね前にやったことあるんだけどダメだったんだよね」っていうところで<ー>もうその人がそ,のそれ以上上に持ってってくる。 くれなかったっていうあの状況でダメだったのででじゃあ,であ,の、まあそれが動いているから私はあの、うん、えっとじゃあ私勉強もしたいから、うん、PhD のプログラムも出してみようっていうふうに思ってであの現地の,あの博士のプログラムで、まあうん、少し興味がある分野のえっとまあ 大体落ちませんみたいなあのプログラムに応募してでアップルーブをもらってであのそうですね面接行ったりこうまた s t a t e m e n 書いたり、うん、レコメンデーションレターもらったりして、うん、あのアプライしてまああのプログラムあの入学の許可をもらって、まあ、OPT が終わって1週間でその新しいあの 博士ののプログラムが始まったので、1回授業に1週間行ったんですけどであの、まあ、そ,れそれがこう始まった時はよしじゃあこれから5年間ここで勉強してっていうふうに思ってたのでこう周りにもみんなあと5年間ボストンにいることになったよみたいな感じで言ってたんですけど。あの 授業に出席すりゃいないや、ここは私のいるべき場所ではないということに気がついて、<laughs> でこのプログラムは私が5年間かけてやりたいものかって思ったときに、いや、違う。これは私が本当に一番興味を持っている分野なのか、いや、やっぱり違うで。このプログラムに本当にずっとお金払い続けられるか、いや、100%コンフィデンスはないって思って、うん、で、これで、 今はいいけれども例えば 2, 2年ぐらい頑張ったところでやめたいって思ったらどうするんだろうとか5年間やってみた時にこれ何でもなかったなっていう風な経験になってしまったらどうするんだろうって思った時にすごくこの選択で突っ走るのは怖いなっていう風に思ったのでもうその瞬間にこのままは走れないと思って。 で,でもそうするあのそれで諦めるということはもうアメリカにこのままいるってことはできないっていうことにもなる、うん、けれどもやっぱりでも、うん、やりたいって本気で思わないことに5年間は費やせないなと思ったので、うん、じゃあ日本にあの帰ってみようみたいな感じでそれであの、まあ、プログラムを諦めて、えー、と去年の4月に日本に帰って ましたなるほど、はい、でもここでも大きなじゃ決断されてるんですねそうですねもう結構本当に数週間ずつぐらいの単位でこうなりましたあやっぱりやめましたこうなりましたみたいな決断すごい動いた瞬間がありましたねなるほどそして日本にアメリカから日本に帰ってきてまず初めにされたお仕事はが私はいあ そうですね、私は、えっと、日本の都内のスターバックスで1年間 1>、うん、バリスタとしての,こうあのアルバイトをしていましたその時に、はいはい、アメリカでマスターズグリーを取得してな、はいね、ぜスターバックスでアルバイトって、はい、こうなんか社会というか他人から見られるなんか不安っていうのがあったんですかそういういに 思う人は絶対にいるだろうなっていう思いは、あの、ありながら、でも私の中でどうしてこの選択をするのか、どうしてスターバックスって思ったのかっていうことをちゃんと説明できる理由はあるっていうふうに思っていたので、あの、それは私にはこういう理由があってこの選択してまして、あの、 言える限り全然自信を持って言える選択だなっていうふうに思ってました。なるほど。あと<の>それは素晴らしい。<laughs> 帰国するって決めたのがえっと2018年の2月で、うん、で私その後そのまあ4月に帰ってくるまで約2ヶ月あったんですけど、あのまあ一応 OPT が切れてから2ヶ月60日ってグレイスピリオって言われて、うん、あのはいもうあの仕事もできないけどあのただただアメリカにいていいよっていう期間。 なので私はそれをフルに使って、あの、ボストンに残って、で、いろいろなんかこの、今回、この日本、あ、ボストンにいる間に、やり残すことないかなとか、いろいろ、あと次どうしようかなっていうのは、現地の友達と、あの、まあ、アドバイザーとかにも相談しながら考えている中で、あの、そうですね、なんか、私はやっぱり、 楽しいと思える仕事がしたいなっていうふうに思ったりだとか、あとは英語も話せる環境がいいなだとか、あとは、うんやっぱりアメリカってすごい、ファーストネームでみんなお互いを呼び合う中で、日本でこう、あの社会人を始めると、 いきなりまた川野さんと呼ばれるようになるかなとか本当に、まあ、どうでもいい小さなこだわりがたくさんあ,るあったんですけどなんかこうそういう自分の不安を全部払拭してくれる職場ってないんだろうかって考えたときにあのなんかスターバックスで働いたらすごい楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってうなるほどで実際どうでした、うん、スターバックスのお仕事あそうですねややっっぱぱり本当に、まあ、やっぱり 始めてすぐはたくさん覚えることもあったりで大変だったので、うん、まああれなんですけど、やっぱりこう慣れていくと本当に、まあ、一緒に働いてる人って、まあスターバックスだとパートナーって呼びますけど、あのー、うん、なんか、なんだろう、うん、まあ経験が長い人がこう教えてくれてっていうところはあるにしても、なんかすごく上下関係とかっていうのがあるわけでもなく、まあ私は特に、あのー、 うんまあ、英語力が活かせてっていうところはすごく、あの、なんかうまく頼ってもらえたりだとか、うん、まあ、活かさせてもらったりっていうこともすごくあの尊重してもらえる環境だったなっていうふうに思ったので、うんうん、で,で、あの、まあ、あとはやっぱり私はなんでスターバックスかって思ったときに、あの、すごく、まあ、 たくさん、こう、お客さんも来て、で、混み合っててっていう状況で、やっぱり内部での連携とか、チームワーク、すごく必要な現場だろうなって思った時に、私はやっぱり、リーダーシップ、リーダーシップをこう、専攻として学ぶ中で、チームビルディングだとか、あの、なんだろう、チームっていうことについてすごく学んできたので、なんかチームっていうもの、 の中で自分はどう動けるのかっていうのを、こう、経験を通じて学べる、絶対にいい機会だろうなっていうふうにも思ったので、うん、うんそれですごくその、うんまあ、頼りやすい空気、いろんなことお願いしやすい、あの、なんかこう、環境が整っていて、すごく協力体制っていうのは、 整った環境だったので、なんかこういろんな面、あの面で学ぶことがありましたね。なるほど。で今はまた別の職場で、4月から新社会人として、<laughs> そうなんです。28歳で初めて日本人で社会、あ日本であの社会人になってっていうことで、あの。うん その大学卒業する頃にはあの描けなかった日本で社会人をするっていうのにあのようやく踏み込もうと思えたあの、うん、春なんですけどそうですねあの4月から、えー、と都内の人材会社で、えー、と働いていてうんそうですね今、まあ、ようやく2ヶ月経つっていう感じなんですけどやっぱり まあ、毎日満員電車で通勤するって大変だなとかうん、まあ、そうですね、いろいろ大変だなって思うことはあるんですけれども、うん、なんか、うん昔だったら、こう、いろいろと社内の人間関係とか、うんうん、うまく人のこと頼れないとか、なんかどうしようとか、 あのー、どん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 、まあ今も悩みはなくはないんですけど、<laughs> <laughs> まあどん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 自分で解消しきれないものってもっともっと多かったと思うんですけど、今ってこういろいろと、まあリーダーシップを学んだからなのかどうかわからないんですけど、こうちょっとんどうなんだろうなっていう状況があっても、一歩引いて、 あのすごく自分はこういうふうに思ってるなっていう感情だったりの部分を分析しながらできてるのでなんか良かったなっていうふうに思います。じゃあこれからはその大学で習ったことを活かして働けるといいです、ねはい、そうですねそうですねねそう仕事そのもので活かすっていうこともあるかもしれないですし、まあ、その働くというこの姿勢そのものについて、うん。 人間関係のことだったり特にその仕事のジョブタイトルとかではなくプロフェッショナルプロフェッショナルとしてそうですね本当に多分ゆかさんみたいに同じような経験してる人ってすごくたくさんいると思うんですよね。 留学して、アメリカで働きたかったけどとか。うん、そうです。えーうん、今でも多分日本で、すごくたくさんいると思うんですよね。はい。あの、はい、どうですか、なんかもしそういう人にアドバイスするとしたら、なんか。なん、なんだろう。例えば、こう、私もそうだったんですけども。はい、アメリカから帰ってきて、日本にいるときに。なんて言うんだろう。もう日本が、別に嫌だったわけじゃないけど、<laughs> やっぱそれってあるって、なんかまた、やっぱカルチャー、なんて言うんだろう。 アジャストしななきゃいけないけ部分とかも、ね、あったりとかうん、うん、あとはもちろんこうやりきれないで悔しい思いをして日本に帰ってきた人なんて、うん、もっとなんかなんか嫌な気持ちっていうのも多分あると思うんですけどもうん、うん、それをこううまく切り替えて、うん、あのでそこで乗り越えると何か何か絶対あると思うんですけどどう思いますその辺 帰国するってなった頃から自分のこう留学での学びをどこかに落とし込みたいなっていうふうに思ってあのブログを書き始めたんですけれどもんか、まあ、そこでこう自分の考えを落とし込むことによってあの自信がついた部分とあと自分ってこんな考え方をするんだなっていうのがこう冷静に分かった部分とあとはそれを読 くれた人からフィードバックでなんかあのこんな風にやっていけるよっていう風にあにアドバイスをもらった部分とっていうのがあったんですけどやっぱり自分はあの留学してきてこれを武器にできるぞっていうものだったりあの、まあ、武器にできるものってすぐにパッと思いつかないこともあると思うのでんだろう私はこれが好きだとか あの私はこういう人間だとか,、まあ、なんかそのぐらいのことでも全然いいと思うんですけどなんかそういうものを一つ持つことによって、うん、なんか譲れないものっていうのがあるとうんなんか少しそれが心の支えになるのかなって思ったりはる、はい、しますね今特にもうインターネットとかソーシャルメディアとかいろいろあるので、はい、そういうのを通してでもやっぱせっかくなんだろう。うんうん でできた経験なのでそれでそのまま水に流してしまってももったいないので、ね、どこかでそれをアウトプットできるようなことを探すっていうのは、うん、すごくいいいこととだなと思いましたあの特にやっぱり日本の社会に一回帰ってきてしまうとあの留学してたって 言ってもなんか不運ぐらいになってしまう部分もあるんんですよねんす、うん、はいなんかあの、まあ、留学って言っても本当にに金からりまであると思うんですよね遊んでに遊んでましたっていう人もいれば <laughs>、うん、<laughs> あとはなんか本当にその現地であの自分で生活立ててやっていくんだっていう思いで本当に本気でやっぱり頑張ってきてた人もう両方留学してきましたに丸め込まれてしまうというか。うん、で あんまり留学してきてか来たから得られるものみたいな部分に対するベネフィットを社会全体がまだ感じてない気もするので、だからあんまりそこを、え、どうだったのこうだったのって聞かれないことも多いんですよね。だかからなんか OK, so it's time for me to ask you some Her Confidence, Her Way Power questions. Are you ready?OK, <Yes. S 2>、okay, so the first question How would you define your own self confidence and how would you build? How, how are you building your own?、Um, so for me uh confidence is an um, all time um uh confidence is a good, uh, question that i can never find an answer mm -hmm. <laughs> um, but um yeah i think um, um i think for me uh to have a self confidence is to to recognize um things that you did well mm -hmm. and and, and believe in yourself um, it's always uh, really hard to believe in myself sometimes but um, um, i think when we have something that we are not sure if we can do that's when we don't feel confidence but of course um, in a daily life there are a lot of things we can do for example um, um, i can wash my face i can brush my teeth i can um, um lock the key at home like all these little things um when we lose confidence just to count these little things that we can uh we can do it's so important so um to to tell myself uh there are absolutely many things that i can do although uh, there are also many things that i can't do so to to tell myself about um, yeah, things that I have control over is always important for my self confidence yeah, that's a good one, focusing on things that you can do yes, yeah, <laughs> awesome, <laughs> okay, so what is your gifted talent, and how are you using yours? I think my gifted talent is my creativity mm -hmm. so um when i uh when I lose a sight or when I don't know where I'm headed um I just um Mm, I can't, I tend to come up with some crazy idea, and that's usually my gateway for the next path. Uh, so, for example, uh, when I thought about my next career in Japan after leaving the states last year, uh, I was first thinking about starting work in some in some big companies, um, but all of a sudden I. Came up with the idea of working at Starbucks. And I couldn't think of it first because um, it seemed to be, it's not seemed to be a job um, that we would take after finishing a master's degree mm -hmm. uh, in, in general. But um, after asking myself what kind of place I want to work and uh, what kind of environment I want for my next career. Um, this idea just happened uh, working at Starbucks. So I think my gifted talent is the creativity. Yeah. yeah. I mean, throughout your stories, I think your creativity <laughs> really led to the next something. So that's great. <laughs> okay. So let's talk about your Ikigai. Ikigai is a Japanese concept that means a reason for being, a reason for being in this world. So I want to know what is your Ikigai? Like what excites you? Um, mm every morning like you know what is mm. your reason to jump out of a uh, jump out of bed every morning mm. i like this question <laughs> <laughs> i think uh, what mm, what makes me excited about a day um, is to to imagine uh, myself making some people smile mm -hmm. uh, so and I think I want the smile to be from uh, some accomplishment or gaining confidence for them. So when I think about some idea um, about oh, this is what uh, this is how I can make them um, confident, or this is how I can make them feel proud of themselves, that's what um, excites me. Mm -hmm. And overall. Um, yeah, people smile is my reason for being. I think ah, that's so good, and that's part of <laughs> the great leadership skills or the qualities mm -hmm. that that the leaders can have. So that's mm -hmm. great. Okay, last question: yeah. What would you like to say to women who are listening to this podcast who are mm -hmm. wanting to live a purposeful and meaningful life with confidence? Mm. Um, my advice <coughs> here will be. Mm -hmm. Mm, always have time uh, for yourself. Um, maybe um, your day is full of schedule with other people, with uh, other things, but um, only um, you can you can know about yourself only when you you take time for yourself. And yes, so I would uh, suggest um, booking a meeting with yourself every day maybe just even just for 20 minutes or 30 minutes and uh, take some time to write down how you just feel today. Uh, like, I, I don't feel good today and why? Oh, I feel really good today and why? And this will guide you to where you should be headed. So to have a meeting with yourself is uh, always important for you to just um, to establish a happy and meaningful life. Thank you. That is such <laughs> a great advice. It's so important to really, really spend the time with yourself. So yeah, that's yeah. amazing. Thank you so yes. much. All right. So Thank where can you. the listeners connect with you? Um, so um I have my Instagram and I think um yeah, I'm mostly active on my Instagram, uh in my social media, so you can connect with me um on Instagram. Yeah. C O U C O Y U K A underscore J P U S one four seven. Does that sound right to you? Yes, <laughs> my <account>. Yes. <laughs> okay, and you said you have a website. Yes, and um, so if you go to my Instagram, there is a link to my blog. And currently, I'm posting blogs only in English. Um, so, uh, if you can read in English, um, feel free to visit my blog. And I am hoping to start my blog in Japanese this year as, as well. So it, once I um, start writing also in Japanese, I will also announce in my Instagram. Awesome. Well, thank you so much for everything. Thank you. Yeah. Thank you. I, yes, uh, I love your blogs too. I am recently reading option B, and then you have recently talked about that too, right? Uh, yeah. yeah. <laughs> yes, yes. Yeah. Awesome. <laughs> I thank, a good, Yeah. yeah <Yeah. S 1> <laughs> Good read, for sure. <Yeah. S 1> well, thank <Yeah. S 1> you. Yeah, thank you. Yeah, have a wonderful day. Thank you. Have a nice evening.、Mm hmm. Thank you. <laughs> There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Yuka. <laughs> どうでしたか皆さん、何か気づき、発見とかありましたかもう私も本当に、なんか、海外でこう留学を… まずじゃあ大学を卒業留学して大学を卒業した後に本当に仕事をしようとした時にももちろんこのギフティタウンさっきもお話ししましたギフティタウン自分の強みとかも分かんないし留学生として現地の人と同じレベルでこの採用に望む同じレベルで <laughs> 臨むっていうのがもう本当にすごい壁でもう本当に大変だったんですね。 で私もそのさっきゆかさんがおっしゃったように OPT、えー、年間働けるビザがあったんですねで <laughs>、えー、結局何ができるかって考えた時にやっぱり日本語ができるっていうことしか思いつかなくって日系の会社に、えー、っと就職しました。 で別に日系の会社が悪いって言ってるわけじゃなくて、日系の会社だと、まあ、働きやすかったというか、採用されやすかったというか、で、まあ、採用されたのですが <laughs>、もう本当にしっかりと、こう、理解もしなかったし、なんか、まあ自分も、ここで働くっていう準備ができなかったけれどでも、とりあえずなんかもう仕事がしなきゃ仕事が欲しいっていうので、あの、採用されたんですけども、その結果、 1> 1日ででやめちゃったんです <laughs> まあそのことについては別のエピソード多分エピソードの000自分の自己紹介でもちょっと話もしてるんですけども大失敗してます。なのでまあいい経験というか。 会、<laughs> その会社には本当に申し訳なくてもちろん、その後リクルーターさんからも、ま、全く声もかからずで、本当に大変な迷惑をかけてしまったのですが、まあ本当に大変だったんです。とりあえず OPT って期間も <laughs> 短く決まっているので、とりあえず仕事をしなきゃっていうふうに思って。でそんな <laughs>、私も留学の後、就職の経験もありますが、本当に、ゆかさんはこうすごくオープンマインドで、 自分がまずはできることってなんだろうって結構アウトサイド・オバザ・ックスって考えてスターバックスなら自分もうまくアジャストできてで英語も使えるしっていうことでそこから、えー、そこからの仕事で次のオポチュニティもゲットしたということでゆかさんもまた4月から、まあ、今年のね4月ですね新しくまた別の仕事をゲットして今までやりたかった人材会社で働くことが 今までの憧れの人材会社で働く新たなキャリアをスタートされています。なので、もう本当にこれからもゆかさんの今後が楽しみです。もう本当にゆかさん今日は素敵なお話をシェアしてくれてどうもありがとうございます。Alright, if you are interested in, please, please, please make sure that you are signing up for my mailing list or newsletter. あの今後のこのギフトタレントを探すワークショップ。 もうこれ1回のみしかオファーしませんのでこの機会に皆さんも本当に多くの方にこのワークショップ参加していただきたいなと思います詳細はすべてニュースレターを登録されている方のみに送りますのでもしも気になる方はニュースレター必ず登録してください「Remember You are already great enough」「You have done so much already」 And there is no reason for you to compare with others. If you keep looking at somewhere else, someone else, you're never gonna see your own value. So I am asking you, please take your time to set up an appointment with yourself and find about find out your greatness. Your value is so beautiful and there are people who are waiting for you to use your talent. And we're all here to let our talent shine. If you're doubting yourself, I need you to stop. Because if you can't trust yourself, if you can't believe yourself, then who is going to believe yourself? No one will. So you have to be the first one to believe yourself. And tell others how amazing you are. There is no time for you to compare with others. Please. Let's all work together. Because if we work together, we can do so much more. I love you guys and thank you so much for listening. Have a wonderful day. Bye bye.